た明日からも頑張りたいと思います。今日は何といっても花演歌のキャンペーンです。花演歌ね、まだ歌ったこと、まだ発売して2日3日目になりますから、まだほとんどの方が知らないなんだろうって感じかもしれませんが、この曲はとても勢いがあってですね、元気のノリのいい曲でして、私もしっとりとした曲も好きなんですけども、これから夏に向けてですね、ノリノリのこの明るい花演歌を一人でも多くの方に聴いていただこうと飛び回る予定でして、この歌は歌詞を見ていただいた方は分かるかと思いますが、1番、2番、3番とそれぞれお花が出てきます。で、花演歌というだけあって花が3種類出てくるんですけど、1、2、3とありまして、普通こう演歌歌謡曲の歌ですと同じ一つの中にですね、一人の主人公が1番、2番、3番ということが多いんですが、この歌の場合はですね、3人の女性の歌です。で、1番は山桜のような人、2番は花すみれのような人、3番は赤いバラのような人。さあ、それぞれいろんな女性がいて、こう血液型も A 型、B 型、O 型とかいろいろあると思うんですけども、この歌はですね、花演歌は女性の強さを歌った歌です。こういろんな強さがあると思うんですよね。こう凛としている女性、凛と咲きます山桜、こう桜でもお寺とかでみんなに見てもらう桜ではなくてですね、あんまり人里離れて見えないけれども、ひっそりとピシッと咲いている桜も美しいって、凛と咲きます山桜。